大友亀太郎、大友亀太郎、大友亀太郎、天保5年4月27日、1834年6月4日、明治30年、1897年12月14日は、江戸時代末期から明治時代初期にかけ、北海道の開拓に貢献した、相模国、現在の神奈川県出身の幕臣、二宮尊徳の生の一人としても知られ、 札幌市の中心部に現在の創生側の元となる大友堀を掘るなど用水路や橋梁をはじめとする土地の開発に尽力した。札幌村の土台を作り上げたその業績から開拓の祖と称されることがある。現在札幌市内には大友亀太郎像が設置され、札幌市時計台には生前の写真が展示されている石岩であったことが手取れる。また、 大友公園や資料を収蔵した記念館など功績を称える施設が残されている。亀太郎は1834年、天保5年、相模国足柄下郡、現在の神奈川県小田原市に生まれた。農家を営んでいた、飯倉吉右衛門の長男として、この世に生を受けており、大友の姓を名乗るようになったのは24歳の時で、ある。当時は、 天保の大飢饉の影響もあり、幼い頃から貧しい環境の中弁学に勤そしみ、産術を得意とした。22歳の時、大飢饉により衰退していた村を救い、復興を行った功績で知られていた、二宮尊徳の文化生となる。そこで当時法徳司法と呼ばれた、農村復興政策を学んだ。1858年、江戸幕府より領土を保全する開拓政策にのっとって、 後の都東国に渡った。その後、函館武用所より、函館在貴子内村会根性取扱いという役職に任命された。ここで、後の都東国上磯群及び、亀田郡、現在の貴子内町と七井町にあたる地域の開墾に従事し、およそ100ヘクタールに上る田畑の土地開発と48個の農家の入植を8年間かけて成し遂げた。 1866年に、函館部業所へ、石狩原野の開拓など、江戸地開墾についてまとめた、計画書を提出。これらの実績が認められ、江戸地開拓係に任命された亀太郎は、1866年4月に、同行者を連れて、後の石狩国札幌郡、現在の札幌市東区へと渡った。当時まだ原生林で鬱蒼としていた場所へ移った亀太郎は、 伏子札幌川、現、福古川の上流周辺地域を、官による援助や保護のもとに農民を入植させた農場を指す、お手作場、お手作場として定め、道路や橋などのインフラストラクチャーを建設する工事に着手した。当時最新鋭の技術を駆使して整備が行われた、この工事の中には、およそ4キロメートルにわたる洋廃水路の建設計が、含まれていた。これが、 後に創生側の土台となる、大友堀の前身である。亀太郎は、現在の石狩陸橋の北東から、当時の札幌村役場の裏側へ水路を作り、福古川まで通じるよう指導した。周囲から、百万両の大工事とも呼ばれたこの工事に、投入された資本には、亀太郎が神奈川県で、二宮尊徳に学んだ、宝徳司法が取り入れられており、北海道における産業の育成も、 目的の一つであった。また、未開拓の土地に、洋廃水路が設けられたことで、札幌における町づくりの起点を作った。現在も、この大友堀は、創生側の一部分として残されている。1867年には、大友亀太郎の役宅が、お手作上に建設された。この土地は後に、札幌村郷土記念館として、札幌市より、史跡の指定を受ける。 さらに、同年に建設工事が行われていた大友堀が、春工、洋排水路のほか、しばらくして、運河の機能も担うこととなった大友堀は、当時の金額にして、総工費およそ3000両、工事に従事した人数は450名に上った。また、お手作上では、開拓の経営に費やされる経費や、見積書を作成し、出張書及び開拓紙に提出していた。 お手作上における経営の方針や農民への付与内容他を記した。これらの文書には入植すると見られる農民や田畑の開発計画、並びにそれらによって生み出される収支を1867年より30年分も記した計画案、江戸地石狩城荒れ地開発田畑ご農家型30か年、組立所上長、お手作上で働いている農民とその家族の 個人情報を記した文書、個数、人別書状帳などが挙げられる。こうした古文書もまた、後になって、神奈川県在住の住民より、札幌市へ寄贈され、市の有形文化財として保存されている。同年に、亀太郎が中心となって、開墾を行った、この現東区の土地周辺は、札幌元村として、名称を定められた。同時に、 北海道外からの入植者も増加していき、土地の開発は拡大の一途をたどった。また、この頃薬宅の近くにある、本隆寺の境内に、妙剣道を建立している。1869年には、北海道開拓史が開設。書籍、大友亀太郎履歴書綴りによると、同年に亀太郎は、兵部省出張所石狩国会根掛け。 その後開拓死してのひらに任命されたという。土地の開拓はこの年に開拓死へと引き継いだが、翌1870年に亀太郎は札幌おさり故郷である神奈川県小田原市へと帰省した。背景には体制の変わった政府との意見の相違があったことが挙げられている。1871年には札幌新村と合併することになった札幌元村が新たに 札幌村と名付けられた。大小多くの河川や肥沃な土地に恵まれた地域一帯では札幌機を生み出した玉ねぎ工作など新しい形態の農業が行われた。その一方、亀太郎は故郷で神奈川県議会の議員選挙へ出馬1881年に当選して地域の発展に努めた後1897年にその生涯を閉じた。 1986年5月に、大友亀太郎像建流実行委員会は、亀太郎の功績を後世に残す目的で像を作成した。制作に彫刻家の松田与一他が携わっている。この像はかつて、大友堀と呼ばれていた創生川のほとり、中央区北一条西一丁目に建設されたが、2005年より、創生川両側のアンダーパスを連続化する工事が、 開始されたことを受け、暫定的に、札幌村郷土記念館の敷地、東区北13条東16丁目に移設されることとなった。亀太郎の役宅が立っていた場所に位置する、この記念館には、銅像のほか、亀太郎に関連する古文書が多く収蔵されており、資料と土地は1987年2月20日に、札幌市の有形文化財及び史跡に指定されている。他に、 お手作場が存在していた土地には、現在、大友公園が作られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。